長長谷谷川川豊豊の本気論チャンネルどうもこんにちは長谷川豊です以前ですねテキサスで僕が取材をした体罰にまつわる話をシェアしたところ非常に好評といいますかですねもっといろんなことを知ってることあったら教えてくれっていう投稿が結構何件も来ましたので今日はですね、えー、アメリカのの現地港の 特に僕の子供たちが体験をしたニューヨークのウェストチェスター郡というところにおける現地校の宿題の話をシェアしようと思います僕は2010年にフジテレビの特派員という形でニューヨーク支局に転勤したんですけれどもその時にですね3人の子供を一緒に連れて行きました10歳、6歳、2歳でしたうちの子供たち4歳ずつ離れてるんでで10歳の子はですね小学4年生ですのでフォースグレードに転入しましたそうです 僕は子たたちを3人とも現地校に入れました僕が行ったのが9月でしたけれども子どもたちが来たのが10月ですので9月の1日から向こうは、えー、新学期がスタートしますなので10月に来た子どもたちはですねついて転入した初日からホームワークを持って帰ってきたんですねそのホームワークっていうのがこちらなんですけどボストン社会事件はアメリカにどのような影響を与えたと思いますか自分の言葉でみんなの前で発表してください すごくないですかこれ10歳ですよ小学4年生ですよあのボストン茶会事件は当然知ってますよあの東インド会社がね、ま、本国イギリスから、ま、たくさんいろんな税金をうかけられていてあれも税金これも税金って言われてまあアメリカ大陸に渡っていた、えー、人間たちがねもう我慢の限界だって言ってね東インド会社の紅茶の葉をブワーッとボストンマンに投げ入れるわけですよね であの広大なボストン湾がですね紅茶の葉っぱの色に染まったっていうねまあそこからアメリカの独立の歴史っていうのが始まっていくという風に受け止められていて言ってしまうとインディペンデンス・デイに近いところがあるんですけれどもまああのそれ当然分かるには分かりますよボストン茶会事件のことをアメリカではボストンティーパーリーっていう風に言いますあのまあ要はパーティーって新しい時代が始まったんだっていうそういうことですねただですねオンワード自分の言葉で書けっていう風にね 書いてあるの見てゾッとしましたよね。これはすごいなと思って。あのですね、調べて分かったんですけど、アメリカでは5歳、6歳ぐらいからほとんど毎日のように子供たちがみんなの前に出て行って発表をする、スピーチングをするっていうレッスンが毎日義務教育であるんです。10歳になってくるとこうやって社会問題に対して自分の意見を述べるっていうそういう授業が ほとんど毎日のようにあるんです。これ言ってしまうとね、日本の小学4年生に対して、原子爆弾が広島に落ちたその意義について自分の意見を言えっていう宿題だと思ってください。大ってなるでしょう。これアメリカの教育なんですよ。要はですね、アメリカ、特にニューヨークって、いろんな肌の色、いろんな宗教を、まあ、いろんな人たちがいるから、いろんな意見があっていいんだよ。 いろんな意見が出たら、その代わり子供たちが前で発表したら、みんなで拍手するんです。で、承認する。で、いろんな違う意見があっても承認する。宗教的な意見があっても承認する。いろんな肌の色、いろんな価値観、いろんな身長、いろんな性別、いろんなものがあって、それでアメリカなんだよっていうのを義務教育から教えるんですね。だからみんな自分の意見で持つんですよ。だからみんなオンワードで喋るんですね。 僕これ素晴らしい教育だなと思ってて。なので、アメリカではスティーブ・ジョブズのように、自らのことを ADHD だというふうに、要は対人関係において障害があるんだっていうふうに、スティーブ・ジョブズは自分で晩年、あの、カミングアウトしてましたけれどもね。ああいう人間だっても受け入れちゃうんですよ。だからアップルが生まれる。結局、この20年、この30年で、日本に何が起きましたか。YouTube 入ってきました。スマートフォンのああア,ア iPhone 入ってきました。 で、ツイッター入ってきました。フェイスブック入ってきました。アマゾン入ってきました。もう、アメリカ発のものが全部入ってきてるんですよ。尖ったもの、新しいもの、今で言ったらウーバーが入ってきてます。とにかく普通の人じゃないものも、アメリカ人は受け入れるから、認めてくれるから、日本と違ってイノベーションが起きるんですよね。日本って人と違ったら怒るんですよ。人と何か違ったら叩くし、いじめるし、で、 横並びで空気を読まないとダメ。これが日本の文化であり教育なんですね。先生の言うことを黙って全部聞きなさい。黙って全部聞いて、先生の言われたことをひとすら暗記したらいい子。東大も京大もずっとカリ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 公式に当てはめていい子。でも、アメリカで、あの、ジュニアハイスクール、中学生に長男が習ったんですよ。 中学1年生で分数の計算やってるんですよ。バカじゃないのって、小学生だよ、これつって。違うんだよ、お父さん見てくれよ。つって。見るわけですよ。二分の1足す3分の1は、はい、皆さん何ですかはい、そうですね。二分の1足す3分の1は六分の五ですね。では、二分の1足す3分の1は六分の五になる理由を 三通りの自分の言葉で説明しなさい。すげえ難しいです。通分してうんぬんかんぬんっていうのは、とにかく自分で考えさせるんですよ。問題に対して自分の発想力を出すんです。ものすごい教育だなと思って。歴史のテストも、科学のテストも、基本的に教科書持ち込み OK です。ます。 算数数学のテストは計算機持ち込み OK です。でもとにかく自分で考えさせる。素晴らしい教育だなと思って、これ。一人一人が主役なんですよね。いやー、皆さんもちょっと、この YouTube チャンネル終わったら一度考えてみてください。全員の前に立って、そうですね、20人、30人、明日会社の 人の前で20人30人集めて原子爆弾が広島に落ちた意義について自分の意見を1分以内で述べてみてください結構難しいですよ言えますアメリカでは9歳8歳10歳で当たり前のように毎日やってるそんな教育そんなシェアでした長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッと世相に切り込みます お楽しみに